総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定場勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイチセブンカープ33回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。すでに山ちゃんボンバーが4大会ぶり2回目の準決勝進出を決めています。今回お送りするのは1回戦第2試合、さくらキリン VS あなたのチェロス。はい、おはようございます。パチンコオリジナル実践術のさくらキリンです。なんとただいまサイトセブンカップ6連敗中ということで、あの自他ともに認める超かませ犬でございます。ただ今日は対戦相手があなたのチェロスさん。バッチリですよ。チェロさんとは、DVD 撮影で結構よく一緒になるんですけど、あの人全然ダサいんですよ。うまいからな。 DVD 撮影だとマジ一回も当たんないで終わりとか結構あって、あの私が逆にいつも出ててチェロさんにお前はいいよないつも当たってすぐ当たってよって言われるんで、もしかしたら今日はちょっと楽に勝てるんじゃないかなと思っております。さすがにちょっと7連敗するわけにはいかないので、私もちょっと久しぶりにね、2回戦に進みたいのでしっかり勝ちたいと思います。今日は頑張りますよ。飲みすぎるなよ、ロキソニン、あなたのチェロスです。いや、おはようございます。今日はねサイトセブンカップ、私がライター人生最も捧げている実践番組と言っても過言ではないね、今日はですね、もう対戦相手もさくらキュイーン、いやー、あいつね、このサイトセブンカップではなんでか知らんけど激弱キャラらしいんですよね。まあ、僕が対戦した時も、まあ、勝ってまして、まあ、今日はコテンパンにのしてやりたいと思います。もういつもね雑誌ではもう死ぬほど DVD とかのね実践ではもう負けて負け倒してますから、あいつに。まあね、あんな可愛い顔面で生まれてきとる時点で運使ってますからね、もうパチンコなんかあいついいようにならないよ。もう本当にこれでうまいこと言ったら晩年悲惨なことばっかり起こりますよ。もうね、もうトークが止まんないけどね、本当に。それはもうそろそろ行こう。今回戦いの舞台となるのは千葉県柏市の楽園柏店。 JR 柏駅南口より徒歩3分、柏2番街内にあります。パチンコの設置台数は621台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカープ1回戦第2試合、キックアイ。おはようございます。よし、ちょっとね台選びから慎重に勝ちに行きますよ。まあちょっと狙ってる台もあるんですけど。おはようございます。いや、久しぶりにねパチンコをねこうがっつり打つ、そんな感じなんですよ。最近ちょっとね書き仕事が忙しくてね、なかなか打ててなかったので、まあ、チェロスといえばですよ、もちろんこれからですよね。あ、めちゃ人気やん、みんなめちゃ取ってはるな。ちょっともう選ぶ余地ねえやんあ、そう、こんな出るの何、こんな出はるの、朝からだよ。すごいね、前の方に並んどる皆さんが一気に来たね。あ、そう、いや、これ最後に残っとった1台ってどうなんでしょうね。でもパーッと大当たり回数見ると日によって少ない台多い台全然違うんで、おそらくですよ、俺の予想ですけど寝かせを結構動かされてると思うので、僕の台も前々日めちゃいいけど前日はちょっとダメじゃないですか。前々日44回、ただ昨日がダメだけど、とりあえずこれからでしょうね。こんなにみんなが座るならなおさらですよね、この天竜神。はい、やるしかないですよね。でこれがダメだった場合にどうするかっていうのをちょっと今見て、選びましょう。うん、いや意外だったな。シンフォギアいいじゃん。
私までどうしようかな。キュインちゃんが目をつけたのはライトミドルスペックの1000機絶唱シンフォギア。設置台数は大量43台。今のところ選び放題です。最高の1台を見つけ出すことができるでしょうか。一回も打ったことないキャプツバとか実はやりたいんですけどね。あとルパン、あーこれもいけそうだな。先だってのねジマーちゃんとの対決でルパンが、うわこれいいな、ルパンがいい動きをしてくれたんで、うわ中途かな、ちょっとこれはいいな、完全に島1位。悩むな。まあでもまだいいだろう。よし天竜触ってからやろう。というわけでチェロス、まずはお得意の天竜741番台からスタートです。まあね、ある程度入れないと判断するのは難しいんで、ただこんなことをやってるうちに、あのちょっとルパンはでもな、竜の爪から落ちてく球はあんまり力ないな。はい、最初はシンフォギアから打っていきたいと思います。サクッとね、当ててくれたらいいなって感じです。頑張ります。シンフォギア行くぞって気になりますよね、やっぱこの始まり方が。実戦スタートから30分が経過しました。マジか、哀れろ、やってくれ三兄弟。うわ惜しい、2個行くと熱いぞ。玉と玉がぶつかり合っていつもと違う動きになる。ダメか、あー惜しい、2個落としたかったな。いやでもこいつちょっとやめづらいなと言っていたチェロスですが、7000円を投資して14回転回したところでにわかに席を足します。あのルパンが空いてれば、お空いとる、おでも当たっとるやん。え、当たってすぐやめたってこと、回らんかったんかな。4回転で当たっとるやん朝一、うわこっち打ったがよかったんちゃうの。オカルト臭いこと言うけど、まあ俺がでも朝打っとったら1400回ハマったな。このタイミングだからこそだろう。移動、むしろ天竜もあれ多分戦えると思うんだけど、安全策を取って今日はむしろこっちを打とうかなと。実戦スタートから1時間が経過しました。1台目は早々に見切りをつけ、2台目のシンフォギアに移動していたキュインちゃん、ライトミドルだけにそろそろ当たりが欲しいところですが、スーパーこれもうね 80% 超えてるんで、信頼度当たると思いますよ。いやー大丈夫だと思いますけど。6人じゃない、私が束ねるこの歌は普通か。レボリューションチャンス以外が弱いな。
でも大丈夫だよね。さすがに外したことない。スーパーレボリューションクラスは。いやーよかった。いやーやったー。キュインちゃん満面の笑み。見事先生のゴール。投資もなんだかんだで7500円。この台では7000円ですね。まあまあ、いやーよかったよかった。超絶かませ犬キュインちゃんにあっさりと先を越されてしまったチェロスですが、あらドボーンときたね。まだ弱い。さあこっからだな。赤サードからの、まだまだ、あー行っちゃうの。弱いな。いいぞ。よし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 。ギジさん待ってました。行け。うおー、ええやん。金いったやん。ここは熱い。赤サード保留もチャンスですね。これはおっしゃ、リーチアップ、灼熱。これはすげえ勝負どころ。これは外れたらなんかもう気持ち的にやめてもいいレベル。金サードだったら、うわ弱っ弱っ。おお当たった。よっしゃ。チェロスすかさず反撃のゴー。大移動後3500円の投資で各辺大当たりをゲットです。ここはねもう断然ラッシュなんで、投資は1万500円なんで、まあ、かなり早いとは思います。うん、恵まれてますよね。そしてただね、こっからどうなるかですよね。こっからいい風が吹くとね強いですけど、チェロスに負けじとこちらもラッシュ突入を果たしたいキュインちゃんですが、最終決戦は早くも残り1回転。いやほぼほぼ厳しいとは思うんですけど、一応ね最後まで諦めず。手加減なしだぞ。いやあですよね。すいませんでした、本当に。いやー、せっかく当たったんですけどね。勝負勝負だ。残念ながら引けず。まあ、ここだよね、ここがやれないとなんですけど、下手くそでしたね。まあ、でも、一回当たったしね、またすぐきっと当たるでしょう。プラス思考でシンフォギアを続行のキュインちゃん、その後にわかに席を立ち、ライバルの様子を伺いに。うわ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 、まさかの消されたルパン撃ってるんだ。店員さん運んでください。いやありがたいね。ああれ、ああれ、やだ、どうしたの。なんでこんなことになってんの。いやーなんでもない。すいません店員さん、ありがとうございます。どっか行ってください。邪魔ですから、すいません。ありがとうございます、ね、はい、もう店員さんさえいればいいね、はい、どっか行け、キュインどっか行け、マジかー、キュインどっか行け、やだー。
終われ、すぐ終われ。ベロンベロン、ベロンベロン。いやー、継続率高いしな。マジか、やばいな、どうしよう。若干迷いつつもシンフォギアを続行することにしたキュインちゃん、追加投資がかさむ前に何とかしたいところですが、2本目のゴール。時短後206回転、追加投資は7500円でした。いやーちょっとなー、ここがなー、もうなんか打ちたくない、怖い、入らなかったら嫌だ。いやー、本当お願い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 。いやー、響きがいない、お願い、上がって、人1個ぐらい、もうやだやだ、上がらないよ。さすがにショックを隠しきれない様子のキュインちゃんでしたが、うわー、ドランダル、来た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 、熱い熱い。まあもうね、この保留だけで 72% ぐらいあるんで、頼むよ、もうプレミアとか行っちゃってくれ。たまに外れたもん、ドランダル保留嫌だから怖いから、今ちょっと耐えられないから、ジュランダル外れとか。あー、なるほど、天気絶頂チャンス、もうこれでミクとか出てほしい。こっちとらちょっとね、激アツアーティストがちょっともうハードが与えられない。天気絶頂チャンス、なるほどね、こっから絶勝か、おしゃれー、さすがにこれは当たったと思います。おしゃれだね、ちょっとあえて引かないでいこうかな、あえて引かないでいってみます。これ当たってると響きのプレミアが出るんですけど、あ、よかった、復活だった。怖い、一瞬ヒヤッとしましたが、3問目のゴール、よかった、持ち玉で当たりました、倒す変わらず。さすがにこれはちょっと射止めたい、3回目ですから。さあキュインちゃん、3度目の正直なるでしょうか。全く一緒なんですけど。
本当に全く一緒じゃないけど順番違うけど毎回これじゃん。これは嬉しいサプライズ、ついにシンフォギアチャンス突入のゴール。クリスさんありがとう。いやー本当諦めなくてよかった。これはちょっと4ラウンドですけどシンフォギアチャンスに入ったということが大事。さあここで一気に挽回したいキュインちゃんですが、って思うよ。いやマジ待って本当に行くお願い。マジだよ。しかも4ラウンド1回だけ。せめてね15ラウンドだったらまだしも。ようやく突入を果たしたシンフォギアチャンス、まさかの即抜け、やらかしてしまいました。早くも超絶カマセイヌの本領を発揮するキュインちゃんですが、あ、熱い青、超珍しい。青のままだったらもう超激アツで、あ、赤か、赤になります多分。青の時点でもう青のままか赤かどっちかなんで結構熱いんですよ。青のままだったらね超激アツだけど、でも絶唱ゾーン持ってるから絶唱ゾーン入るんじゃないですかね。熱い熱い、ちょうど入って赤保留もね結構熱いんで頑張れ。これで当たってくれれば、え、こっちか、ちょっと微妙。もう4ラインだよ。当たったよかった。キュインちゃん本日5本目のゴール。わずか30回転。その通りです。時短後わずか23回転、これで早くも4回目の初当たりとなりました。さてそんな中リベンジチャンスに突入していたチェロスは、フジコは止まれないんだよ、確変じゃねえからね、ここで終わるんだよ。いやいやいや、座ったままオベーション、ついにやったな俺。25、見てください、ずっとずっとたまに消されたルパンの島でこういう数字になってる台見て、どこの頭おかしいやつがこんなことやったんやって俺思ってたけど、ついに俺のとこにも来たわ。いやー感無量、これをやりたかったです。終わっちゃいました。ちょうど今行こうと思ったの。残念。なんなん、なんなん、残念。チェロさんが来た途端終わりましたよ。チェロさん今まだ消されたルパン打ってるんですか今、はい、ルパン、ルパン、はい、消されたルパンを。いや見に行こうかなと。いや見に来なくていいと思います。いいです、見に行きます。いやいやいや行きます。
いやいや、マジ、いや行きます、行きます、いや、ちょっと待って、いや、想像を絶してた、3、4、5、6、7、8、9、10、12箱、13箱、まだ勝負は始まったばっかり。ハータイム。なんとなんと5回目の初当たりをゲットしていたキュインちゃん。よろしいかな。お願いします。お願いします。ああ。いや下手くそだな。最終決戦。これで3回目の単発終了となってしまいました。ルパンで実質20連チャンを達成したチェロスが圧倒的リード。初当たり絶好調ながら手玉を伸ばせないキュインちゃん、連敗脱出はミッションインポッシブルな状況です。あんなに出てる中1万円くださいよ。え、いいじゃないですか。ねえ、悪徳キャバ嬢か。くださいよ。あの頃の記憶が蘇ってきたか。いや、くださいよ本当に。お願いしますよもう。いやいやいや、まあでもね、あなたさ、いつも世界のすべてを手に入れてる女じゃないですか。入れてねえよ。もうパチンコ玉といいさ、あといろんな雑誌とかテレビでの出番といいさ、いや読者人気もね、読者人気も第1位なんですよ。こいつ、なんなんすか、もうこの感じのくせに、いやいや、この感じの騙されるなよ。なんだよ、読者騙されんなよ。なんかしれっと傷つくこと言うなよ。でな、1位だし、いや可愛いし、私だってサイトセブンで今6連敗中で、はい、出禁も食らってますし、やっと解除されたのに、うん、また連敗記録の今新記録らしいんで、うん、6連敗です、ね、いやだからさ、もう俺あんだけ出ててさ、うん、あんだけもうなんかちょこちょこシンフォギアとかね、はいはい、打ってるでしょ。もういいじゃん、もう後半戦はもうダイハードでも流しときゃええやん。映画とかもうあのみんな見たくないと思うんで、もう分かってるから簡単だわって、もういいからみたいな。だからもう正月の真夜中みたいな感じので昔やってた映画とかを、で最後の最後のスタッフロール流れとるところで結果だけファーって出てくりゃええんちゃう。チェロス勝ちました、わー、絶対勝ってやる、こっから絶対まくってやる。いや本当これが雑誌だと怖いんですけど、なぜかサイドセブンカップだと滑稽に見えて仕方ないです。頑張りますよ。これでまくられたら本当に、うん、悔しいですよね。悔しいです。あのデキンって今言うかと思って今ちょっと今怯えましたけど、それだけは嫌です。いや、それはそれは、うん、俺もサイドセブンカップ出れなくなったら、あの多分入水しますよ。俺入水、こう自殺しますよ。それは困る。入水して次回のサイドセブンカップは1回戦第2試合、桜クイーン VS あなたのチェロスの後半戦、6連敗中の超絶カマセイヌが狂気のサイドセブンカッパーに挑む同門対決、衝撃の結末をドンミシーッ。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定ま勝負、制限時間7時間、投資上限5万円など、実戦ルールはご覧の通りです。サイチセブンカープ、
33回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは1回戦第2試合、桜クイーン VS あなたのチェロスの後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのは現在6連敗中、シンフォギアからスタートしたキュインちゃんでした。いやーよかった、いやーやったー。しかしすぐさまチェロスが反撃に出ます。おお、だった。よっしゃ、投資は1万500円なんで、うん、恵まれてますよね。終わっちゃったの？終わっちゃいました。ちょうど今行こうと思ったの。残念。なんなん、なんなん。残念。チェロさんが来た途端終わりましたよ。いや、見に行こうかなと。いや、見に来なくていいと思います。いいです。見に行きます。いやいやいや。行きます。いやいや、マジで、いやいや、やめた方がいい。まだ勝負は始まったばっかり。ルパンで実質20連チャンを達成したチェロスが圧倒的リード。初当たり絶好調ながら出玉を伸ばせないキュインちゃん、連敗脱出はミッションインポッシブルな状況です。今回戦いの舞台となるのは千葉県柏市の楽園柏店。 JR 柏駅南口より徒歩3分、柏2番街内にあります。パチンコの設置台数は621台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、一パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカープ、1回戦第2試合後半戦キックオフ。こんな展開は滅多にない、大変絶好調だった前半戦を受けての後半戦。まあね、この12箱の出玉、果たしてどう増やしてやろうかと、まあ、この、ね、消されたルパンももちろん優秀大なんですけど、まあ、状況 に合わせてね、吸引の出玉も 見ながら、どっか大移動して打ってってもいいかなと思ってます、じゃあ行きましょうか、後半戦。変態じゃないですよ、なんかあの目つきがね、なんかね、あの変質者的な目つきだったかもしれませんけど、はいはい、いきますよ。はい、前半戦でだいぶチェロさんにね差をつけられてしまったんで、後半はまあ同じぐらい、もっとそれ以上ね出さなきゃいけないんで、まあ、どうしようかなって感じなんですけど、まだちょっとシンフォギアで粘って、まあ様子見てもどっかのタイミングでマクレール台に移動して、シンフォギアでもでも調子よくこのまま行ってくれればなくはないかなって思うんで、まあ様子見ですかね。でも絶対まだ諦めず頑張ります。ぜひとも頑張ってください。さて一方のチェロスは油断することなく早めに追加点を挙げたいところ。1カウントダウン。おお、わお、わお、ちょうどわお、金サード保留、これが欲しいですっていつも思ってるやつやんけ。201回転目、まあ、60回転のね時短があったんで、電サポ終了後140回転目がいいとこだよ。さあここだ、ドーン、いらっしゃい、ルパンだぞ、よし頼む、締めてくれ。
赤か。ダメだよ、ここは当たらなきゃ。今のは当たらなきゃいかんとこだね。はい、まだまだ年始こぎを打っていたい気持ちはあるんですけど、やっぱりちょっとね、時間的にもそろそろミドルに行こうかな。シーホクトムソーに移動します。さて、後半戦開始早々にビッグチャンスを逃したチェロスは、前節の1回戦もこの楽園柏店で牛音トラの3200打ってね、前半戦で奇跡の7連チャン、一撃2万発をゲットして、後半戦一度も当たらんかったんだよね。そういえば今日は大丈夫だよな。ちょっと嫌な予感が進んだけど。さあ、そんなチェロスよりも先に大当たりを仕留めたいキュインちゃんは、入れ入れ真剣ゾーン。ほいっと、あるよ、当たれ、直ちに当たれ。当たらねえならいらねえんだよ。あ、一応1個待機してますね。1個だな、3個ぐらい待機してくれてたらよかったのにな。まあ、でも真剣ゾーン入った時点でね、 50% ぐらいあるんで。あ、保留チェンジ。あ、いいよ、幸先よく赤。でもう金まで行ってほしいですね。まあね、これは大して、いいよ、赤だけど。ですね。え、7点？あ、違った、びっくりした。7点だったらいいのに。あ、でも一応真ん中か。なんかまだわからないけど、赤か。4点か。あ、でもいいですね、扉も赤で、まあまあそこそこいい。あとはリーチ中、リーチがそんなにきっと弱くなければ。なんか赤いっすね、全部が。あ、多分大丈夫だと思います。で、あ、テロップも赤い、タイトルも赤、ホリワカーのまんまですけど、雑魚軍も結構強いんで熱いけどね。あ、いいっすね、赤、ほんと全部赤い。これキリンなら、あ、ここも赤。全部赤。キュインちゃん、後半戦も見事先制のゴール！ SD じゃなきゃ意味ないんだ。お願い。止まって。まあそんなうまくはいかないか。大道後134回転、残念ながら通常当たりでした。タイムリミットまで残り2時間となりました。時短中の引き戻しを狙うキュインちゃんでしたが、まあ引き戻せないか、もう簡単には。単発終了です。通常でしたね。まあしゃあない、当たっただけ、まあよかったけど、もうちょっと頑張ります。さて一方、後半戦も先を越されてしまったチェロスですが、
緑保留でこいつが待っとるってことはもう一段階は上がるっていうこと。北東ラインうお金来た、引き出しの金待ってた。あーネクスト、そんなそりゃないだろう。踏ん張りか、踏ん張りネクストか。これじゃダメなんだよな、緑じゃ絶対ダメ。空気、緑保留のままじゃ空気。なんかもう一個いる、とにかく。うわ金サード颯爽登場、待ってたぞ。ようやく戦える演出が来たけど、保留は緑かよ、それはダメだ。おう赤いやんけ、きついだろこれは、さすがに。せめてせめて赤サード、やっと来たチャンスなんだけどな。嘘やろ、8ラウンド実質4ラウンドのゴール時短後421回転、これが本日2回目の初当たりとなります。さあリベンジチャンスです。最大60回転、確変の可能性も残されていますが、これにかけるしかねえよ。いやもう通常でも、これ通常でいいよ、これで当てよう。ほんとここ一番、ほんとここ、ここここだ。かーくそうわーここでやんなきゃ。いやいや、それはない。それはないよ。それはない。おおい！殺して、お母さん。もう僕殺して。節子も泣いていることでしょう。アホかっちゅうの。おっと？え、ルパンオリュー？え、嘘？28回転目？晴れ舞台だな、チェロスの丸いプラスチック、つるんと来い。うお、来た来た、目で落とした。チェロスオカルティックゴー！本気で押します、本音で言うとったけど押します。810、ようやった。時短中28回転、まさに執念で確変大当たりをつかみ取りました。さあこれでますます苦しい状況となったキュインちゃんですが、金が良かったな。あでも
暑い暑い。いや大丈夫だよね、金タイトルだもん。さすがにちょっとこの姿勢が緑なのが非常に心配だけど、よし、さすがに大丈夫でした。キュインちゃん後半戦2本目、反撃のゴール時短後72回転と早い段階でゴールを決めたものの、これまた通常大当たり。さあならば今度こそ時短中に引き戻し、厳冬ラッシュ突入を果たしたいところですが、見事引き戻しに成功したキュインちゃん、後半戦3本目のゴール。いやマジ嬉しい、私みたいなもんが引き戻せるなんて思ってもなかったっすわ。さてそんな中チェロスは終わったか、20か15ラウンド1回を含む実質3連チャンで終了です。まあ、さっきのね大連チャンみたいにはいかなかったけども、まあ出玉ほぼなしで終わるかというところで、なんとかね15ラウンド分の出玉は確保できたんで、これはよう頑張ったと見るべきでしょう、うん。チェロスはここで気になるキュインちゃんの様子を伺いに。当たっとるやん、お姉ちゃんかわいいね。すごい集中力で頑張ってるねお姉ちゃん。私みてえなもんが新北斗無双で ST 入ったんすよ。いや人間諦めないで頑張るもんですな。いやでもちょっとこれね脅かす。あそう、じゃあこれガムねあげるから。はい、怖い。頑張って。呪いのガム大丈夫ですか？食べたら死んだりしない？汚くないわ汚くないです。ちゃんと買ったばっかり。怖い。別にあのポロって出したわけじゃないですか。ポロって。ケツから出た。大丈夫ですから。はい。じゃあ伊藤君。いやガム噛んでていいのかな？撮影中に。いいんじゃないですか。くっちゃくっちゃ。くっちゃくっちゃ食べながら。自由ですから。うん、サイドってボンカップだね。アメリカ？ここアメリカ。アメリカアメリカ。大丈夫です。ね、アメリカですから。せっかくいただいたね。フリーダム。じゃあ。まあでもやっぱ新北斗無双一撃でこんなにね出すポテンシャルがある台だから怖いっすよね。やだな、桜吸引が新北斗無双で当たるのやだな。残りが1時間ということで、さくら吸引はまだ、ラッシュ続いてるようです。これやばいね。まだこれだけ差があるって思ってるかもしれないんですけど、いやさくら吸引はやばいですよ。あいつは大きくリードしていながら不安な様子。ここで再びライバルの元へ。もうそろそろ各辺を止めてもらわなきゃ困る。キュインちゃんはまたまた16ラウンドをゲットし6連チャンとしていました。わあすごいじゃん。
すごいね。なんかすごい働きますね。頑張って。え、ちょっと待って。頑張って。なんで、なんでそんな頑張れって言うの。頑張れ。絶対おかしい。絶対おかしい、うん、頑張れ。やだ。見に行く。見に行く。いや、見に来なくていいよ。見に来なくていい。なんでよ。頑張れ。絶対なんかあるじゃん。ファイト、やるっきゃない。おしこキュインちゃんを呪いならぬ祝いし、すっかり情緒も安定したチェロスは絶対増やさなきゃ。よし、藤子ゾーン待ってたよ。イエス、よっしゃ、さあ来い。いや、クールに行くなよ。青じゃダメだぞ。青じゃダメだ。よしよし、ここで止まればいい。あぶねー、スーパー行かれたらやばかった今。さあ来たぞ、赤。赤サード OK。 最低条件赤サード、ランプ保留はまだ普通だけど。よし、次回そうそう出んよ。おお、あえんちゃうけ。かっこいい、カミングソーン。よし、やっぱ人をね、憎んでは いけませんよ。もうキュインちゃんにね、もう祝福を与えたんで。おっしゃ、あらゆる熱い予告が絡んでて、この展開、俺にも恋祝福が。うわー、弱っ。来い。よし、ありがとう、よく頑張ってくれた。チェロス、これぞまさにダメ押しのゴール。時短後70回転、価値ある後半戦2回目の初当たりです。いやー、すごい頑張ってると思うよ。こんなに本当に、あの、新記録ですよ。ベンチャーも出玉も新北特等で、こんな出たことないよ。全てが初めてです。キュインちゃん大奮闘の中、タイムズアップ。終わっちゃうよ。終わった。いや、延長戦入った途端に終わっちゃいました。いや、だいぶ頑張りましたけどね。12連チャンですか、全部で。で、しかも相当超えてるんじゃないかな。だけど多分テロさんも、まあ、延長戦空いてるって言ってたし、あの時点でも多分抜けてないと思うんですよね。結局カマセイヌという、こんだけ出してもカマセイヌらしいです。お疲れは。かわいいね。キスしようかと思ってる。チェロスは最後に9連チャンで締めくくり、大会記録となるプラス 34,421 個で快勝。キュインちゃんは健闘むなしく、泥沼の7連敗となりました。いや、しかしあんたさ、ほんとすげえよ。いやいやいや、結局ね、負けてるから私相当悔しいですよ今。そうだろうね。あ、こんなに頑張って、こんなに負けるんだ。あのね、こんだけ出してれば普通サイドセブンカップまず勝ち上がれますよ。勝てますよね、うん、いや驚きですよ、ね、テロさん出しすぎですよ。いや、でも今までね、本当もうルパンシリーズでは
苦しい思いばっかしてきたんで、まあ、前節のジマーちゃんと戦った時から急にね覚醒して、もうたまりにたまった運が今ねボン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 返ってきてると思うんですけど。いやでもさ、キュインちゃん、俺今日ねすごいいい勉強しました。途中ね、あなた新北斗無双の SD 中に俺頑張れ頑張れって言いに行ったじゃないですか。あれね、あなたが呪いは効かない体質の人だと思ったんですよ。なるほどね。あのね、なんかこう当たるなって言っても、そう、当たるなって言えば言うほど何嘘って思うタイプじゃん。まあそうですね。俺もそれが分かったんで、祝いっていう呪いと思いきや、よく見たらあの変がちゃうっていう祝いっていうのを君に送ってたんですよ。そうしたらあなた ST 終わらなかったですけど、そのやっぱね、人を頑張れ、一緒に幸せになろうっていう気持ちで俺に当たりが来たんですよ。なるほどね、人を応援して。だからやっぱね、人を憎んだり恨んだり呪ったりしてはいけません。もう散々人を呪ってきて、こんなこと言うのもあれですけど、ふざけんなよ、今更なんだよ。こっちは呪われて何回か負けてんだよ。でもね、これからはそうやってみんなを祝って一緒に勝っていきましょうよ。私ちなみにチェロさんからもらったガム、はい、未だに食べてました。いやなんかもう、なんかね、チェロさんがガムもらってすぐ当たったんで、そうね、あ、このガム幸運のガムなんじゃないと思って、ちょっとだいぶもう味全くないんですけど、プラプラになってるんですけど、捨てるのなんかあれかなと思って、レンジャー中ずっとねガム噛んでました。あ、そうですか。はい、じゃあね、大事な指輪の入れ物とかにこのガムをペッて入れて、幸運のガム、そう、ペタッと締めといてください。じゃあそれでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。1回戦第2試合はあなたのゼロスが桜キュインを下し、2大会連続の準決勝進出を決めています。サイドセブンカップでは弱くてもチェロスにとっては超超強敵桜キュインを撃破して勝ち上がることができました。次の相手は前回負けたあの山ちゃんボンバー、人気者、なんとかして リベンジできるように調整していきたいと思います。皆さんにも幸せあれ。ベロンベロン、いわ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 、ベロン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 。次回のサイチセブンカップは1回戦第3試合、カブトムシユカリ VS ゼットン大木の前半戦、ホールに舞い降りた虫の妖精が初代衛星チャンピオンに挑む超絶パチンコドキュメンタリーをどうぞ。